いきます。2の X。 ちょっと僕思ったことあったんですけど、僕ピクミン3こうやってた時に難しかったんですけど、ヘイピクミンってめちゃくちゃ、やっぱこれ今無理せ難しいけって言っても知れてるっていうか、めちゃくちゃやっぱレベルが低いっていうか、もう、なんやろ、スターフォックスとか、ヨッシーとかよりも全然簡単やなっていうので、やっぱり子供向けなんかなっていうのはやっぱりある中で、で、この動画を昨日見てくれてた人たちってかなりレアやと思うんですよね。あれで。ライブで。いや、ライブでって言ったかな。生配信で。で、じゃあこれ、小学生とかの子が見るんかって言った時に、見た時にさ、おっさんの声のこの喋りで大丈夫なのかなと思って、どう喋ればいいの？これ。どう喋る？んとかだよねとか言った、なんつったらいいの？これ危ない。これが危ないでの、意外と。ほら、こんな喋りあかんくね？これ意外での、意外での。意外でのってのは危なかったし、今しかも。意外とピクミンもこれ、しかもね、このコース僕出したことはやっぱりなかったです。なんつったらいいのかな。小学生用語では。いや、何の話かも忘れちゃった、今集中してて。隠しステージを行こうとしてる中で、隠しステージにですね、ここ気をつけて。ここカエル飛んでくるのが一番きついから気をつけて。上から上から上から。あ、飛んでこんかった。水溜まったでや。それによって難しさがだいぶちゃう。あぶない今の。おっさんの声ダメやな、これ。どうしようかな。隠しステージは1の X か3の X に行ったんかなって思いました。ここやったことないもんだって。このね、今の電池を先に取って敵を後で倒すみたいな、この効率で時間計られるとかって、の繰り返しやん、スリーって。それがまだやっぱないんやなっていう、ヘイはね。だから、もう近くの人だけこう魂入れて、ちょっとだけ連れてくっていうところはそういうのもないしさ。もう危ないな、水。どうするのこれ。危ない危ない。ただ、やっぱでも、面白いのは面白いよ、めっちゃくちゃやっぱ。で、危ないよ。難しさも若干ある。ただ理不尽すぎる難しさっていうのはないんで。今、あと一つ取って、あと三個取るんか。何がって思うよね、今の。一個宝物取って、あと三回ピクミンを呼びます。こんな喋り方なんか小学生。危なかったな、今のも。どうすればいいんやろ、次。オリマーはおっさんなんやな、だからこうやって。オリマーはおっさんです。オリマーも可愛いからピクミンも可愛いんやぞ。そういうのね、小学生に教えてあげたいなと。おー、危ねえ。危ねえな、あれ。いや、あ、こう下行けるんかな。危なかったことないよ、今の。おー、怖い。あと1個と3個どこにあるやろ。あの上にいそう。
今のコログと同じ声やったね。なかなか緊張するな、このステージ。巨大ネズミで、ネズミってことはマウスってところから来てるんだよ。危なかったな、今意外と。OK、20の2。いいね、来たね。なかなか難しくなってきました。でもあと、8ステージも、8ステージじゃないや。8エリアまであるんで、あと6エリアもあるんですけどね。頑張りますよ。はい、一匹も失わず、OK。やったね。